作家のファンが選ぶ推しシーン総選挙薬膳薬編。第5位にランクインしたのはこちらのエピソードから。源太郎による命がけの計り救出劇。二人の無事に周囲が胸を撫で下ろす中、カラネが取った行動に計りはただただ涙をこらえることができなかった。それを見ていた薬のまさかの一言が第5位にランクイン。カラネがハカリ泣かせた。あんな思い切りぶったから。分かっているの。続いて第4位にランクインしたのはこちらのエピソードから。ブーケトスイベントで勝利を収めたレンタロウファミリー。くじ引きでレンタロウとハカリの2人で記念撮影をすることに決まったのだが、ついわがままを言ってしまった薬の愛くるしいこちらのシーンが第4位にランクイン。薬先輩、そんなに撮りたいなら私の代わりに撮ってもいいですよ。えっ、ちょっとはかり、あんた熱でもあんじゃないの。うわありがとう、大好きなのだはかり。やっぱりいいのだ。え、なんでですか、遠慮なんて。そんなんじゃなくて、薬は善太郎のこともはかりのことも大好きだから、きっと大好きな二人が一緒に写真撮ってるとこ見るのもとっても楽しいって思ったのだ。わがまま言ってごめんなさいなのだ。ここからはベスト3の発表。第3位はこちらのエピソードから。キスゾンビなのから逃れロッカーに逃げ込んだレンタロウと薬。その時、薬がポケットから取り出したのは打ち消しの薬だった。これで万事解決と思われた矢先、薬がまさかの行動に。ドキドキが止まらないこちらのシーンが第3位。でかしましたね、薬先輩。うんだのだ、ぐい。なんで？ちょ、先輩ストップ。え、あー、なんだ、何するのだ。いや、こっちのセリフですよ。なのに飲ませるんじゃなかったんですか。あー、その手があったのだ。むしろ他に手ってあります。いや、薬は。なのに知られていないこの姿なら、しれっと科学室に入れないかと。どうしたのだね、レンタロウ。顔が赤いのだよ。いや、だって。お？いろんなとこ、当たって。だが、打ち消しの薬は一口しか飲めなかったし、効果はすぐに切れる。打ち消しの薬を作っている最中に、子供薬に戻れば、なのに見つかる恐れが。続いて、見事第2位にランクインしたのは、こちらのエピソードから。レンタロウが惚れ薬を吐き出してもなお魅力的に感じてしまう薬の本当の姿は、前日にレンタロウが運命を感じたあの人だった。小さい薬とは体型も雰囲気も全く違う大きな薬のお披露目シーンが見事第2位にランクイン。昨日の。ああ、そうか。口移しの時に薬の効果を打ち消す薬を、薬も少々飲んでしまったのだな。薬の効果？これが薬の本当の姿なのだよ。
不老不死の薬の失敗作の影響で普段はあの姿だがね。ラスボスみたいなもん作ってた。こうして元に戻れるのは数十分だけなのだよ。ああ、ちなみにああ見えて薬は3年生の科学部部長だ。え？先輩？まあ、この姿は視力も落ちるし髪も邪魔だし、実験にはあの姿の方が都合がいいのだよ。あの子が先輩で、昨日のあの人で、運命の人で、それってつまり、こちらこそお願いします。土下座告白返し。わあ、とっても嬉しいのだよ。え、この姿であの距離感なの？やば。ああ、そういえばおむつ替えなきゃ。そのビジュアルでおむつの話。いよいよ栄えある推しシーン第1位に選ばれたのはこちらのエピソードから。薬の勢いに押されつつも磁石人間になる薬の凄さを身をもって知った蓮太郎。そんな蓮太郎に対し乙女の恋心か、はたまた実験好きの科学者の佐賀か、無邪気な薬の魅力が全開のこちらのシーンが堂々の第1位。そしてそして、蓮太郎とは S 極と N 極が逆になる薬を薬が飲むことで、んおっぴっおこのようにくっついちゃうのだ。なんだこのちっこくて可愛い生き物を。ちなみに同じ磁極同士の薬を飲むとこんな風にくっついて放送できない感じになるのだ。分かってんなら言うな。ぬ、あれ、思ったより磁力が強くて離れられないのだ。え、まあ大丈夫、10分程度で効果は切れるのだ。なあ、そうなんだ。そういえば限界までしっこ我慢してたのだ。バカなの。薬の魅力を凝縮したトップ5、たくさんの投票ありがとうございました。